少年ジャンプの月刊誌の方で漫画家の自叙伝を書けと、それを読んだ編集長が非常に気に入って、お前のその短編を長期の連載をやらないかということで始まったのが話の源なんです。ずっとバーって光る、もうこの時 ね年齢は満6歳、本当によく覚えてます。もうよっぽど衝撃が強かったんでしょう。もう記憶がパッチン残ったですね。だからもう鮮明にセット作れていったらそのまま作っちゃいますよ。家の中の様子を見たのは2階の物押し台にお袋が洗濯物を干していて、で下の 階に降りると6畳の間で長女が学校の教材を整えていて、で玄関の左の4畳半の部屋に親父がいて、で新聞やなんか 見ながら、さあこれから仕事にかかろうかと言ったり、で僕のすぐ下の弟進むっていうのが4歳なんですけど、こいつが玄関の敷居の上にドカッと座ってね、で模型の船を持ってジャンジャンジャガイモサツマイモなんて言ってね遊んでたんですよ。で中の方から親父の声が「なんとかせいなんとかせい」って言って、で長女の声は一切しなかった、無傷だった、もう即死だった、一気に柱で潰されて長女は死んでる。弟の進むが玄関の敷居で頭をバシーンと挟まれて体は外に出てるんですよ。炎がうわーっと燃え上がってくる。その炎の中から弟の泣き叫ぶ声がねもろに聞こえるっていう、ね、お母ちゃん熱いよ熱いよっていう声がねもろに聞こえてくるんです。で お母ちゃんもみんなと一緒に死ぬと言ってね、泣き叫ぶ弟の体を抱きしめて、でちょうど運よく裏にいた人が通りかかってきて泣き叫んでるおくろを見つけて、中澤さんもう諦めなさいと、あんたまで一緒になって死ぬことはないと言って、ね、その時にまあ驚いたのは防火用水って1メートル四方の水槽がいっぱい置かれてたんですよ。当時は戦争中はそこにね人間が30体ぐらい山になってる、みんな火に追われて逃げられなくて、みんな一人で飛び込むとまた次々飛び込んでいって、で死体の山がいっぱいできてるんですね。もう本当に動くものはね、広島で動くものって言ったら灰だけで、死体から湧いた灰がうわーって群舞してるだけでね、もう本当にひどいとこだった。もう陸も焼き焦げた死体で生まれ、もうどれだけ死体があるんだろうっていうのを感覚でね、もう慣れきっちゃってね、全然被災を見ても何ともなくなってしまう。恨みなんかなかったですよ、うん、とにかく日本は負けたんだと、で明日をどうやって生きていこうかと、食料を手にしてね、そういうことばっかり考えてて、それで戦後生活ずっとしてきたわけです。だから日本は敗戦によって占領軍によって憲法が作られたと、で日本の9条ができて、海軍も陸軍も空軍も持たない、兵器は一切作らない、僕はこれは最高にいい憲法をもらったんだと、これはもうどんなことがあろうと守らなくちゃいけない、